第6週中納言やかもち。やかもち殿、ご決断を。このままでは我ら立ち話も大友氏も政治の中枢から追いやられる。そうなる前に女帝に取り入る藤原の仲間を廃し、貴文王様の即位を実現するのだ。奈良丸殿、あなたのお気持ちはよくわかる。しかし私は清掃になど巻き込まれたくないのだ。咲く花は移ろう時あり足引きに、山菅の飯長くはありけり。華やかに咲く花はいつか色あせて散ってしまうが、姿の見えない山菅の根こそが長く続いている。この話は聞かなかったことにするよ。やかもち殿、あなたはそれでいいのか。名門の大友氏を率いる身でありながら、ひたすら争いを避けてそうまでして守りたいものとは何なんだ。すまぬ、失礼する。やかもち殿。奈良丸の企てはその後露見し、多くの共謀者と共に拷問の末獄死した。そして藤原の仲間らが権力を握る世となる稲葉の国。あなた、今夜は冷えますよ。そろそろ中にお入りになっては。冬の天の川も見事なものだな。笠崎が渡した橋という伝説もあるが、その橋に霜が降りたようだ。第六首、笠崎の渡せる橋に置く霜の、白木を見れば夜ぞ更けにける。昔は宮中の橋に降りた霜を見る機会があったが、今は出世の見込みもなく地方を転々とする身。同族の者からも情けないとそしられるありさまだ。でもあなたはそうやって大切なものを守ってこられたのでしょ。ああ、そうだな。この手には権力はなくとも大切な歌を残せたよ。すっかり冷えてしまった。何か温まるものをもらえるかな。はい。大友のやかもちは万葉後期の代表的歌人として数多くの歌を残し、万葉集の編纂者の一人と言われている。